フジテレビのノンストップという番組から電話があって、山尾詩織氏が倉持氏を制作顧問にする件で小林義則がインタビューされた。全く正直になぜ今この二人が組まなければならないのかを具体的に答えてやった。公の目的が誰にも分かっていないから、私的な疑惑、ゲスの勘繰りばかり拡散することになる。二人が組むことは和氏が OK を出したのだ。勝手にやってることではない。その理由は安倍政権の憲法改正案にストップかけるためだ。来年の発議前に新たな改憲案を作って議論に持ち込むためだ。ノンストップにもそのように正直に話した。それを具体的な法案として提出できるのは山尾詩織しかいないし、ブレーンとなれるのは倉持凛太郎しかいないのだ。二人の間で憲法問題での今までの蓄積があるし、価値観を共有している。ゼロからのスタートなどやってる暇はない。立憲民主党をはじめ野党の議員は改憲反対だけを叫んで、3分の2議席を超えた与党の改憲案の発議と国民投票を待っているだけ。全く意味がない。反対反対の国民運動なんかしたって発議は止められない。国民も安倍改憲を支持する。しかも立憲民主党は見事に護憲左翼のレッテルを貼られて、その命運も尽きるだろう。発議をされたらおしまいで、その後最短で2ヶ月後には国民投票が実施される。それはもう来年の夏かもしれない。もう時間がないのだ。山尾詩織、倉持が組むのは天下国家のために必要なことである。そしてそれは小林義則が組め、動け、急げと指令を出したことなのだ。誰もこの緊急性を分かりもしないでゲスの勘繰りばかりやっている。いつまで貫通罪の名残に酔ってるんだ、アホか。そもそもなんでわしが不倫のキューピッド役をしなければならんのだ。ありえないじゃないか。今現在の危機を戦う能力が山尾詩織にしかないし、それをサポートできるのは全国の憲法学者の知見を聞きに行ってまとめている倉持しかいない。情熱を持っている人間がこの二人しかいないのだ。完全 100% の公的意義で倉持は山尾の政策顧問になる。週刊誌は二人の行動を必死で監視すればよろしい。イチャついた行動をしていたらわしに知らせてくれ。憲法を出しにして不埒なやつらめと、わしが激怒する。わしを騙すやつは絶対許さん。